はい、というわけで今の新幹線の状況ですね。もう乗りますんで、すみません、それじゃ失礼させてもらいますね。では入りますね。多分この時間帯止まる。そしてこちらが新幹線区間の状況ですね。まあそういう、まあこういうところがありますね。もうチャージが可能です。すごいね、いろいろあるんやな。まあこちらが名古屋区間のね、まあまあ JR 東海のさ、もちろん共通のものは多いんですけどね。これね、サムはもう30分電車に乗ってもう去るね、そういうこと、ね、もし切手がこちら側のね、もしこっちから乗りにやったらもう乗り換えてもことも可能ですけどね。まあそういうことでした、そういうことでした。ちなみに博多から、ね、発着するときはね、じゃあ最先後ろからなんで、ね、こういう場合だと、うん、先頭車向こうから行くんでな、自由席って1号車から3号車ぐらいなんです。計算したらね、すみませんね、容量の関係でこうね、こちらがこうね、普段はめったに見られない新幹線内部状況ですね。まあどっかの誰かさんのせいで増税ばっかりされてこういう事態になったからね。まあいいけど、青やし、うん、じみっと、まあ、いる限りこういうこと続くからね。ちょっとすみません、もう容量の関係でもうこれ、まあこういう名古屋駅の状況ね、短編もすみませんね、ちょっと容量不具合が生じてるんで、まあそう、ね、そしてこれが、ね、北口経由の映像ですね。先ほどサムいたのは別の区間なんで、ね、区間なんでね、映るんやったらもうこの本からね、大回りで行かないと移動できないっていう現実ですね。まあそういうことですね。まあ先ほどスターバックスとかあっちは別のね、でもまあそういうね、こういう区間ですね。まあすぐパパと説明しますね。まあ乗らないんで、ちょっとこっちも準備が、はい、ついてもんなん。まあそういうことね。ね、サムが昼間撮ったのあちらですね。ね、こちらがもういつもサムが東京戻ってくる時のですね、ことですね。ね、これこういうの見てくれたね。ね、新大阪のこれ乗っていいけど、ただこれやと結構新幹線区間で、ね、待機しなければ、ね、もうちょっと待ってくれって現実ですね。まもなく17番線に19時58分発、のぞみ249号、新大阪行きが到着いたします。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。自由席は1号車から3号車です。この電車は途中京都に止まります。のぞみ249号、ようわからなかった人もいると思います。実はサムね、以前
ここの区間に止まったことあるんだよな、まあ、これが休憩区間ですね。これが休憩区間ですね。まあここは通る。ちょっと説明。まあこういう中はこういう状態。すいませんね、今日はあんな長編ものが作れる、まあ、10分以内に抑えないとダメだって。そういう、まあこれがね、新幹線、うん、ここまあ大体のこう JR 東海は自費で直せるんでないよ。もう単純にどんな愛知もうずさんだってよう分かった。びっくりや、もっと綺麗かなと思って、衝撃的です。まあそういう、カステラ有名なんやな。おい、魚と女虎っていうのは、そう、シャチのことね。そう、中国語でもね、シャチのこと、ね、魚、漢字で書いて魚。まあ、こういう休憩区間もありますからね。こちらも。ねえ、サムはもし東京、これにも乗っていいんやけど、ただこれやとね、到着はね、30何分なんで、できれば40何分ないとあかんのですよ。だいたいの情報は知ってるんやけど、ただこれやとね、はい、ついてもご乗車ありがとうございました。ちょっとダメなんでな、別撮りしたものがあるんでね。まあそういうことです。ちょっと待ちよ。まあちょっと待ちよ。まあ後で撮るんでな。まあ大体のことは知ってるんで、これに乗ってもいいんです。光655号。ただもうちょっと、まあ、後ほど調べるんですけどね、今はちょっと案内しますね。17番線のぞみ号ドアが閉まります。この新幹線来たら次の来るんでな、これが世に知られる車種によって異なるんですよね。充電器は用ね、あの座席のね、こういうところについてるんでな。もし気になるんやったら皆さん、試しにあげてください。もし初めて乗る方は、そう、ああやってしてますよ。これが JR の区間です。はい、こうやって確認して、ね、発信して、安全が確認されたら閉じて乗るってやつ、そういうことですね。では皆さんありがとうございました。また後ほど。それじゃ、名古屋駅からでした。あちらにも駅員さん、ようやってますよ。時間残って、そういうことです。以上です。